あなたと今溢れる恋心に色をつけて大切に胸にしまう私たちの恋。ハロペコ、今日はですね、栃木市今泉町にある福楽園さんにやってきました。焼肉と中華が味わえるお店です。店内は小上がり席、カウンター席がありました。卓上はシンプル気味です。卓上に焼くとこがあるので焼肉もできますよ。それではメニューを見ていきましょう。左側が麺類、右側がご飯系のメニューですね。とても豊富です。左側、肉がありますよ。焼くこともできるし、一品料理、スープなども多数あります。アルコール類もとても豊富で、周りを見渡すと皆さんお酒を飲んでいましたね。ソフトドリンクも豊富にありまして、おつまみもたくさんあるので酒飲みにはたまらない楽園だな。まずはこちら、ニラ玉炒め700円です。ニラ玉炒めというとニラと卵のイメージですが、かなり具沢山です。見てこれ、キクラゲも乗ってる。こんな具沢山なニラ玉、豪華だな。このニラ玉にライス注文してニラ玉定食、そんなのもありじゃないでしょうか。栃木市ではニラが有名ですからね、やっぱりニラは欠かせない。これびっくりしましたね、油がめっちゃ美味しい。本格中華料理の味がしますね。作ってる時も中華鍋を振る音がしたので、中華鍋でサッ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 炒めてるんでしょうね。この味は好きだな。餃子400円です。400円なんですけども、餃子の数は6個。これはコスパ最高です。大きさは食べやすいサイズで、これだったら一口サイズができそうです。これですよ、こういう定食屋さんの餃子って美味しいんでね。皮は薄め、あんにはニンニクが効いててパンチ系ですね。これは酒飲みたまらないんじゃないでしょうか。皮のもちもち感もたまんねー。あんはパンパンよね。俺はこちら、カルビ丼950円です。皆さんカルビ丼注文されていたので、これ一択でした。カルビ丼にはスープがついてきます。やはり焼肉屋さんなんで、お肉は美味しいんでしょうね。今回は肉は焼かなかったので、お肉が食べられるのは幸せです。タレがかなり絡んでるカルビですね。これは驚いたな、うまっ。カルビがめちゃくちゃ柔らかくてですね、タレはちょっとピリ辛めなので、米がめっちゃくちゃ進みます。タレも美味しいし、肉も美味しい。これは最高ですね。結構自分で焼くと焼きすぎちゃうところがあるので、こんな感じで焼いていただけると助かる。ご飯に乗ったこのタレもめちゃくちゃ美味しいんですよ。肉1枚に対してご飯3口は決まりだな。気まぐれはこちら、味噌ラーメン750円です。肉も食べられるし、麺も食べられちゃう。何でもあるお店は俺は好きです。スープはどうかな。見た目はしっかりとした、油は少なめのスープです。見た目以上に優しいスープ、これもうまいですよ。優しいんですけども、鼻から抜ける味噌の香りがたまらない。野菜の甘みもかなり溶け出しています。麺は平打ち気味のちょい縮れた麺ですね。麺の量が結構大きくて驚いています。麺に絡まる茶色い何か、これ何ですかね。もちもちな麺だ。味噌ラーメン大好きな気まぐれはこれまた喜んでいます。野菜もとっても入ってますね。またしてもキクラゲが入ってる。野菜にも茶色い何かが絡まっています。具材にはキャベツ、ニラ、もやし、肉、人参、これだけ具材が乗ってたらボリューミーですよね。うまげ。野菜はしっかり火が通ってて柔らかい。たまにキャベツがシャキシャキってなるとこあるんですけども、全然そんなことなくて、しっかり火が通ってますね。しなっとしたキャベツ、甘くて美味しいんだよな。そこへ追いスープ、これはうまいぞ。相方はこちら、カレーライス700円です。カツカレーと悩んだんですけどね、今回はシンプルにカレーにしてみました。
見た目が若干デミっぽいな。カレーです。定食屋さんのカレーライス久々に食べますね。これこれガブリ。カレーのルーはドロドロ系ですね。結構茶色みが強いですね。デミっぽい見た目をしてるんですけども、本格カレーで結構辛めです。短冊切りの人参が入ってるんですけども、この人参はシャキシャキ感が残ってて食感がとてもいいですね。カレーの中に入ってる具材はお肉から玉ねぎまで全て細かく切られていて、とても食べやすい。カレー濃厚でめちゃくちゃ美味しいな。これ辛いのが苦手な方は少し辛いと思うかもしれませんが、俺でも食べられる辛さなので大丈夫かな。ご飯にしっかり合う最高のカレーです。うまい。やっぱりカレーは具沢山がいいですよね。お肉も玉ねぎもゴロゴロ入ってました。そしてこちら、チャーハン750円。今回3人で来てますが頼みすぎですね。なんでかって言ったら、もう全部食べたいから全部頼んじゃうんです。チャーハンが美味しいという声がかなり多かったので、チャーハンを頼んでみました。チャーハンはシトパラ系、しっとりが強い感じのチャーハンですね。具材にはナルト、チャーシュー、卵ですかね。うまーい。これはレベルが高いぞ。いろんなチャーハン食べてますが、俺の中でもかなり上位に入ってくるチャーハンです。もうグリーンピースは克服したもんねーだ。口の中に入れた瞬間、このしっとりした感じがまとわりつく感じ、ご飯につく味付けがすごく美味しい。絶妙。塩加減とかめちゃくちゃ美味しいですね。これは最高だ。紅生姜上に乗ってますので、さっぱりいただきたい方は紅生と一緒に食べてね。この炙りっぽいチャーシューが香りもとても良かったです。すべてごちそうさまでした。私、栃木県群馬県で飲食店の紹介をしている MO チャンネルです。本日の福楽園さん、何を食べても美味しく、特にカルビ丼、チャーハン、こちらは絶対欠かせないと思います。平日でしたが常に満席のお店なので、もしかしたら並ぶかもしれません。裁縫確定。本日はごちそうさまでした。